皆さんこんにちは。今日はですね、36週と3日目なんですけど、本当はあと1週間後検診でいいよって言われたんだけど、なんか昨日一昨日ぐらいから貧血がすごいのか、こう目がチカチカするとか、体がだるいみたいな続いてて、ちょっと早めに検診しようってことで、そうだね、受診か、早めに受診しようってことで、ちょっと検診を早めて今日になりました。まあ本当は臨月だからもう1週間に1回なんだけど、そうそうそう、なんか女性チケットの関係で、そう、足りなくなっちゃうかも、だから今のところ順調だからあと1週間先延ばしでいいよみたいな言われてたんだけど、予定通りの1週間おきの検診にしました。ね、体調悪いのも気持ち悪いし、ね、うん、何かわかんないからね、それが貧血なのか、最近超暑いからさ、夏バテっぽい感じなのかさ、うん、わかんないんですけど、はい、そんな感じで、そう、カメとマリナ、まだまだもうちょっとですよ、正義だ、そう、そうなの、そうなの、あでももうあとカウントダウンですか、4、5、6、うん、あと4日、めっちゃ汗かいてるじゃん見える、やばいやばい、暑いの、なんか夕方とか特に暑くなっちゃって、自分の基礎体温が上がってるのかね、ねえ、お腹が暑いって分かる、確実に上がってるよね、あの絶対にカメちゃんより暑いなんて今まで発言したことないのに、うん、うん、まあけど相変わらず赤ちゃんはボコボコ動いて元気なのでそれは大丈夫だと思うんですけど、それでは行ってきます。カメとマリナ、はい、ってことでですね、36週3日目の検診が無事に、はい、終わりました、終わりまして、で、今回も入院かなと思って入院セットを載せてあるけど相変わらず帰ってきてます念のためね、そう、まあでももう36週になると入院って感じでもないんだね、雰囲気的にね、うん、まあけど何で入院になるかがわかんないからさ、そうだね、今日の目的の貧血っぽさとかだるさとかは先生に相談したけど、ちょうど採血だったんです今日、はいはい、で採血もしたけど貧血もないし、その他症状聞かれたけど、うん、そんな大きな病気はないから大丈夫だと、ね、ただよく妊婦さんにあるのはさ、こう仰向けだとその背中の血管が圧迫されちゃって、うん、苦しくなったり、そうだね、血流悪くなったりってことがあるから、お腹がこんだけ大きいと大きな血管がね圧迫されて、そうそう、なんか脳に酸素がね、血流がいかなくなっちゃうみたいな、 それで目チカチカとか、それによる酸欠かなっていうことだったんで、まあとりあえずはね、うん、大丈夫かなっていう感じ。カメとマリナ、よかった、赤ちゃんの方もね推定体重だけど、うん、まあ無事2400ぐらいか、はい、推定もう出てきてもね大丈夫かなぐらいですけど、で言われたね先生にも、もう出てきても大丈夫だね、内心もねもうしなくていいんじゃないみたいなそうそうそう、経管がやっぱりちょっと短めって言われたので、前回はね変に触りたくないからそのままにしましょうってことで、そうね、今日は一応お薬だけね、針止めだけ、はい、まだ正規算じゃないので、そうそうそう、もう少し分の針止めだけもらって帰ってきました、はい、たったそれだけなのに時間かかるね、やっぱ病院ってかかるね、今日はカミちゃんもさそれで疲れちゃうよね、そう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 、受診でなんか思った、ね、難しいね、だからいつ行ったらいいのかっていう、うん、もうこの時期になってくるとさ、あとはもう出てきてもおかしくないから、うん、なんか変に細かく受診するより、そうねって思っちゃったね、けど36週超えるとさ、週に1回の受診はさ多分大体のところが同じように決められてると思うから、うん、週1ってちょっとね短い気がしちゃうよねそうだね、子供に会えるのは嬉しいけど、会える、ね、見れる顔見せてくんなかったね先週もね、前回もだけど、やっぱ時期的に骨盤に頭がはまってくる時期で、うん、背中の方向いてたので顔は見せてくれなかったですけど、まあ出てきてからのお楽しみですかね、そうだね、今まで十分見せてくれてたから、はい、まあ、楽しみだね、カメとマリナ、お腹が最近すくようになったっていうのは、うんうん、体感としてあるんだもんね、そう、なんか食欲が増して、だからそういう意味でも自分の体重が増えないように気をつけてんだけど、骨盤にはまると赤ちゃんが下に降りるから、うん、胃がねちょっと内臓に余裕ができる、うん、からなんか食欲が出るみたいですね、そうだからこそもう近づいてるじゃん、うー
ドキドキだ、ね、今日さ、診察待ってる間に新生児の診察なのか赤ちゃん連れてきてる人もいたじゃん。いたね、1ヶ月検診みたいななのかね。赤ちゃんだーと思って、こんな赤ちゃん出てくるんだ。泣き方が赤ちゃんだもんね、もうね、声がもう生まれたばっかの感じ。よかった、今日も無事で。はい、ってことでもうちょっとで出てきますよっていうそう、もしかしたらわかんないけどね、最後の検診かもしれないからね、これがわかんないけどね。わかんないけどね、はい、今日はね、マイナのオーダーいただきまして、カツオのたたきが食べたいってことで、はい、もうなんか食べていいのかわかんないですけどね、ミスさん。そう、今までお刺身は食べてますけど、すべて自己責任でお願いします。以上です。はい、じゃあ帰りましょう。